免許が必要な乗り物で運転してみたいものってありますか？ガチの職業ではなく、お試し体験的なもの乗りで。だとしたら免許が必要な船。でも飛行機じゃねえ、旅客機やる、旅客機。怖いやん、船でいいよ。もう運転してみたいね。いやー、GTA じゃねえんだから。いや、ぐるんぐるん攻めたくない、やっぱ。最近やとやっぱりね、みんなトップガンマーヴェリック見たでしょ、結局。ねえ、そんなんね、もう運転してなったでしょ。飛行機、戦闘機。ならんて。いやいやいや。船だろ、船。海賊を目指そう、ラプテル。船はなんかな、面白みがなさそうだよな。おい、あるって絶対。なさそう。好きな場所で釣りできるんだよ、だって。海の上の。うん、それもう田舎っぺの、もう田舎っぺの、もう田舎っぺの、もう田舎っぺの。はい、今バカにしました、彼。田舎っぺですって、皆さん。聞きました？今、皆さん。いや違う。ありえないですよ。何、釣りが好きな人はいますよ、もちろんね。まあ、いろんな人いますけど、はいはい、いや、この乗り物でまず釣りとつなげるのがやっぱ田舎っぺなんですよ。お前これ乗り物運転してみたい。いや、これまず釣りとつながることありえないですからね。いや普段からやっぱりやることが普通釣りしかないんですよ、やっぱりこの人。はい、今普段から釣りの人田舎っぺって、ね、趣味釣りの人田舎っぺって言いましたよ。いやいや、趣味釣りの人は別にいいじゃないですか、それは。でもあなた趣味釣りじゃないじゃないですか。いやいや、趣味の一個としてありますよ、釣りぐらい。一つとしてあるんですか？あります、あります。あなた魚触れないのに。ええ、ありますと。シャラクさん、まあ待ってくんまくそ、こいつ